海を舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクトインサガ。さあ今回はこちらです。唐津の海は潮風が気持ちいいですね。波の音にも癒されます。あれ、こんなところにゴミが。東の浜とかもうずっと結構来るんですよね、孫たちを連れて。だからやっぱりね、きれいにしとこうと思って。町のまた誇りでもありますしね。今年で26回目を迎えるラブアースクリーンアップ。今年はおよそ3800人が参加しました。我々が小さい頃は毎日のように海で泳いでたんですけども、怪我をするとかね、そういうことで、敬遠される傾向が強いんですよね。まあ、生き物の宝庫という意味でも、まあ、環境をこう安定化させているという意味でも、まあ、非常に大事なものですよね。どんなゴミがあったかな。丸いやつとか、キャップの蓋とか、そんなやつがいろいろあります。私が育った海でもあるので、まあ、ずっと綺麗 で、私も子供がいますので、まあ、今年の夏も遊びたいなと思ってますので、まあ、ずっと綺麗であってほしいですね。参加者全員で拾ったゴミはおよそ13トン。綺麗になった海にはたくさんの笑顔が輝いていました。生まれも唐津なんで、まあ、みんなで守っていかないといけない海だし、大好きな意味ですね。海と日本。